ゼントセルモがマシンスローダウン、ゼントスローダウン。2位を走っていたゼントセルモ SC、 ゼントセルモ SC がいきなりストップ。おー、なんか壊れた、左エンジンか、左壊れたよ。このまま走れない状態。残りわずか5周でまさかのエンジントラブル。優勝争いから一転、地獄に突き落とされたゼント。立川がマシンを降ります。立川がマシンを降ります。30ポイント差で伊藤大輔、ラルフ・アマン組を追っていた立川、悔しさいっぱいの子でトラブルとともにマシンを降りました。ユンケルパワー第3ポルシェが今シーズン初優勝を飾った。GT300